第一幕花火コレクション芸術の秋、陽号7から10号7までの19発を組み合わせて打ち上げます。4月に行われました大曲の花火春のショー、新作花火コレクションとは異なり、大玉の7号玉や10号玉も加わって秋バージョンに変わっているということなので楽しみですね。一発一発の完成度とシンプルながら本当の花火の美しさが堪能できるという、これからのプログラムは最も大曲らしい花火プログラムです。それでは株式会社バビア花火美術館、マティスが描いた色彩のダンス、色彩の魔術師と歌われたフランスの画家アンリ・マティス、フォームチズム派の代表的な存在であり豊かな色彩が特徴であります。晩年は切り絵も制作し、後世に活躍するポップアーティストたちにも多大な影響を与えました。マティスの世界をお楽しみください。それではどうぞ。マティスが描いた色彩のダンスでした。高く高くどこまでも打ち上げられたこのマティスの世界、いかがでしたでしょうか。素晴らしいですね。カラフルで本当にマティスの絵画の世界でしたね。この花火の醍醐味というのは色、そしてこの並べ方、使い方ですけれどもね、皆さんの目にはどう映ったでしょうか。続いて株式会社北日本花火工業、ススキを飾った中秋の池形。中秋の満月です。お月見に添える池形にススキを合わせてみました。淡く白いきらめきが秋の夜に映えます。楽しみです。それではどうぞ。Thank you.
ススキを飾った中秋の生け花。あまりにも美しすぎるススキに目が飛びそうでしたね。ススキと生け花、美しく表現されていました。秋ですね。はい、この大仙市にも季節がススキの季節と巡ってきましたので。そうですよね。素晴らしい秋の始まりを見せていただきました。続いては株式会社花見創造企業、白い宝石黄金を見伸びて咲き誇れ。咲き誇れを召し上がっていただきましょう。黄金に染まる大地、実り垂れた稲穂が白く輝く白米に変わる様子を表現しました。馬さん満開、咲き誇れ。それではどうぞ。ありがとうございます。黄金と実りて咲き誇れをお送りしました。はい、まさに馬さん満開。お米がいっぱい降ってきましたね。さて、続きまして株式会社小松園化工業、よそう山々、染まる夕空、私の住む町。皆さんがご覧になっているこの小物川、西側に広がるこの風景、山々は色づき、茜色に染まる夕空が素敵です。深まりゆく秋の風情を表現してまいります。光の画家と呼ばれる彼の作品で最も有名な水